ございます。チーズ、チーズ、チーズが食べたい。続いての大家族はこちら、広島県広島市の中心部から車で20分ほどの郊外にあるこの公営団地。こちらにちょっと変わった大家族が。大家族の母、フォーサイス幸子、50歳です。今から家族を紹介します。長男、19歳のアリマ・アーサー・ドレイトンです。次男、18歳のオリト・オスカー・ジョージです。三男、16歳の右京・ブローディ・バートンです。四男、13歳の栄之助・ネルソン・チェディです。五男の11歳、いぶき・アイザック・レナードです。6男の9歳、アオバ・アルバート・アドラスです。最後、7男のウリュー・ジーラ・スコット・マック・ジェームス、7歳です。この他に1人、長女21歳、ヒオリ・フランシスがおりますが、彼女は今オーストラリアに留学中です。そして、So I'm the father of the 8 children from Australia, James Stewart Forsyth. 以上、7男1女の大家族です。広島、7男1女10人の日豪国際結婚大家族。この大家族、それだけじゃありません。子供たちはみんなイケメン、イケメン、イケメン。そうなんです、イケメン揃いの大家族なのです。しかもこの兄弟、忙しいお母さんを助ける家事するイケメンの7人兄弟だったのです。早速イケメンと聞けば黙っていられないこの人が大家族のもとへ。フォーサイスさんのお宅、どうも、こんにちは。Did you come to visit Forsyth family? いきなりのモロ英語。多分どうぞお入りくださいって言ったんですね。Welcome. はい、お邪魔します。Hello. わあ、わあ、わあ、すごいいっぱいいる。メンズ祭り、メンズ祭りです。バンザイ、バンザイ。みんなちょっとね、ハリウッドだわここ。まあ奥様でいらっしゃいますか。あ、こんにちは、はじめまして。あ、よかった。日本語、日本語、もちろん奥様は日本語ですね。どうも、大原です。え、みんな日本語ペラペラなのかな。パパはちょっとあんまりかな。あ、英語だけ、ね、英語だけ。え、じゃあペラ、みんなあんまり日本語が喋るのが苦手っていうのは。いや、英語の方が苦手。俺はどっちか、英語の方が苦手。俺はってか喋れんす、こいつは。あ、英語が喋ることできない。英語で無理な人。はい、あ、やっぱ世代で分かれるんだ。で、お兄ちゃんチームは両方 OK。 両方、うん、で、じゃあパパと喋ったりするときはどうしてるの。英語でしゃべります。英語でしゃべります。英語でママと喋るときは日本語。日本語。みんな日本で生まれてんだよね。いや、オーストラリアで生まれてる。あ、お兄ちゃんはオーストラリアで生まれてるんか。10 weeks old when we came to Japan. お父さんやめて。お父さんと喋りたくない私。フォーサイス夫妻は今から24年前、奥さんがオーストラリアで日本語教師をしていた時、その生徒だったご主人と出会ったのがきっかけで、2人は1年後に結婚。次の年、長女いおりさんが誕生。三男が誕生するまでオーストラリアで過ごし、奥様の実家がある広島へ。そして現在の大家族になったのです。そんなフォーサイス家の朝、イケメンハーフの大家族だけに朝の食卓はやはり洋風なんでしょうか。え、いきなりイタリアン。でもってこちらは中華。他の子供見とって。これはチャーハンにハッシュドポテトを乗せてます。こちらはシリアルにヨーグルト。思えばご飯に納豆をかけて純和風でいただくお子さん。
ただし、その食べ方はというと、海苔で巻いて、手巻きで食べるところがやっぱり外国風。というようにメニューはみんなバラバラ。朝は思い思い食べたいものを食べるのがフォーサイス家のやり方なんだそうです。そして朝といえば、大家族ならおトイレ渋滞と言いたいところですが、イケメン大何はさておき、まずは身だしなみ。このセットをめぐって毎朝の攻防が。鏡よ、これしかないの。はい、ワンオンリーの。毎朝こんな感じなんだ。毎朝。まあ争奪戦。俺は世界。そうなんです。家には小さな鏡が一つしかないために、これをめぐる攻防が毎日繰り広げられているんです。この攻防の果てに手にした結果がこちら。どうです？決まってるでしょう？こちらもすっきり。イケメンぶりにさらに磨きがかかったところで、いざ学校へ。いってらっしゃい。そんなイケメンな子供たちに囲まれたフォーサイス家は、ご夫婦でオーストラリア、ニュージーランド、イギリスなどへの留学の斡旋業務や英会話教室を経営しています。仕事柄お父さんは1年の半分以上は外国へ出かけ、その間お母さんが会社を切り盛りしているんです。そのため帰宅も遅くなることが多く、家事は子供たちが分担してやっています。わ、見てください、イケメンが揃って洗濯物干し。なんかぎこちなさも感じますが、しっかりやってます。次は洗い物。洗い物もイケメンくんたちがやってると、なんか日本の台所風景に見えないから不思議ですね。次に取り出したのは、これ何？今から散髪を、弟の。いちいち金もったいないじゃないですか。散髪代の節約ということで、小学生以下の子供たちの散髪は長男が担当。しかしこれがなかなかの腕前なんです。ものの見事に弟さんの髪を整えていきます。髪の毛はみんな同じような感じで、なんかそういう、いや俺本当はもっとなんかこうスポーツ狩りとかじゃなくて、もうちょいかっこよくしたいんですけど、なんか父さんがこう長ったらしいのは嫌いなんですよ。こんな感じなら嫌いなんですよ、お父さんが。小学生にそんなおしゃれなの必要ないって、なんか短くしろみたいな。お父さんこう見えて意外と頑固親父なんですね。わずか15分、抜群の手際の良さで完了。ささっと顔のお掃除をして、今日の出来栄えも完璧です。そんなイケメンボーイズたちにこれからのことを聞いてみると、オーストラリアの方がいいなっていう人。え、あ、やっぱ行きたいと思ってる。あ、違う、ちょっと待ってよ。コロナ禍で一番今進路が分かれるのは右京君がもう中学卒業やんな。高校はどうすんの？高校は受かったらここに残るんですけど、うん、落ちたらあっち行きます。何？明日発表なんで、落ちたらもう多分すごいがっくりしますね。で、オーストラリアに？オーストラリアに南半球にすごい飛ばされるんですよ。飛ばされるってなんかサラリーマンみたいな言い方、ちょっと飛ばされちゃうね俺はみたいな。でもちょっと明日発表っていうのはもうドキドキだね。そうですね。いや、これみんなで見に行くの？一人で？いや、親と行きます。いやドキドキするね。できれば合格して日本に残りたいという右京くん、この後一体どんな結果が待ち受けているのか。発表当日、自らが望むように高校生活を日本で過ごすことができるのか、それともオーストラリアで過ごすことになってしまうのか、いよいよ運命の時。不安を胸に右京くん、両親と共に高校へ。右京くんを待ち受けているのは果たしてどちらなのか。高校から出てくる一同、
その様子からはどちらとも測りかねますが、果たしてお届けしました。見事合格です。ありがとうございます。はい、よかったですね。はい、まあ自分を信じてたんで、はい、そうだね、受かったらもう天狗よ。天狗そうそう、僕天才だからまあ受かると思ってたけどねジーニアスって言ってなかった。そう、コウさんジーニアスということを、お母さん今日帰ったらお祝いなんか しないといけないですね。わかりました。じゃあ、はい、おめでとうございます、はい、ありがとうございます。何で食べたい？何でもいいよ。何でもいい。Anything is okay. Okay, I got into high school. Yes. ね、good present. 乾杯でつー。Congratulations. おめでとうございます。And cheers. Cheers. Cheers が食べたい。Yeah. How is this normally? 自分は大家族で、その、まあ、日本人でありながら、この、何？日本人でありながら、まあ、日本人の顔持ってないので、まあね、それはある意味その神様からもらったものだと思うので、私たちがあげたんでしょ、もらった親からもらったものだと思うので、なんか活用したいなじゃないですけど、なんか普通の日本人にはできないことをしたいなみたいな。あの、例えばこの子たちはオーストラリア人なんで、半分やっぱり、あの、例えばいじめられたりとかそういうこともあったのかもしれないですけど、それはもう兄弟同士で助け合ってやってたようなので、あのそういう面ではたくさん産んでよかったなといつも保育園の時も小学校の時も思いました。どんなに夢が起きてもだから、子供たちは自分がやりたいことを見つけてやってくれればそれでいいです。兄弟を助け、両親を助け、顔だけじゃなくハートもイケメンな広島イケメン大家族でした。